信人の足跡を追う僕たちは、信人をよく知る人物、響さんの元を訪れた。彼女から聞く麗華の話は許しがたい内容で、くそ、殺してやる。あ、もう殺したんだった。マイホームヒーロー第4話、暴力の世界。あの男、組織すら裏切っていた。